ゲオルク・ボルビンヘルツォークツーメクレンブルクは、ドイツの旧諸侯メクレンブルク家の家長。メクレンブルク公、ゲオルク・アレクサンダーとその妻のオーストリア大公女、イロナの間に長男として生まれた。ガイゼンハイム大学で醸造学を学んだ後、ドイツ軍で軍務を経験したり、スイスで飲料会社を経営したりしている。1996年の父の死に伴い、メクレンブルクシュトレーリッツ対抗家の家督を引き継いだ。2001年にメクレンブルクシュベリン対抗家の家長、フリードリヒ・フランツが後継者のないまま死去したため、残るメクレンブルク家の男系子孫はボルビンと、その子供たちのみとなった。ボルビンは2009年5月まで、バーデンビルテンベルク州ブライスガウホーフシュバルツバルト、郡の小村、ヒンターツァルテンにおいて、ドイツキリスト教民主同盟所属の村議会議員を務めていた。1985年12月24日に、ヒンターツァルテンにおいて、アリーツェ・バーグナーと結婚した。アリーツェとの間には2男1女がいる。ありがとうございます。